ディフェンスで固めながらボールを奪って、そこから自分たちのサッカーをやっていこうよ、そのベースの部分をしっかり作り上げていくっていうのを言ってましたし、あとはそのもう誰でもその要はその門は開かれてるんですよ、あの海外で戦っている選手だけじゃなくて J リーグの選手も含めて新しい選手誰でもウェルカムだよって言ってるので、選手のその競争意識っていうのはこれから非常に高まっているんです。